おはよう。まあ、波太郎くんってば、また夜更かししてゲームやってたんでしょ。眠りしちゃっても知らないよ。問題です。今日は何の日でしょうか？ちょっと忘れちゃったの？今日は私と波太郎も経つんだね。あの日から嬉しかったな。ずっと憧れてた波太郎くんからまさか告白されるなんて。それでね、今日はいいもの持ってきたんだ。じゃじゃーん！見て見て！かわいいノートでしょ。交換日記だよ、波太郎くん。最近流行ってるでしょ？知らないの？みんなやってるよ。お互いのことをもっと分かり合うために必要かなって思ったの。だって私たちまだ付き合ってからたったの3ヶ月しか経ってないんだよ。本当？ありがとう、波太郎くん。今日からよろしくね。波太郎くんがこれを読んでいるってことは、オッケーしてくれたってことだよね。ノートを受け取ってくれなかったらどうしようって、ずっとドキドキしてたんだ。ありがとう、波太郎くん。大好き。これで離れていても、私たちの心は繋がってるね。波太郎くんとこんな風に交換日記ができるなんて、すっごく嬉しい。まるで夢を見てるみたい。
これから二人の思い出いっぱい記録していこうね。平日は学校で会えるから交換できるけど、土日はデートの時だけだからちょっぴり寂しいね。早く波太郎くんに会いたいな。Thank you.